はようございます。スリコー TV です。これ一つ買ってみましたよ。リボルテージの RV ラッシュアワー 3.8 インチっていうことで、ね、フィッシングショーなんかでは気になっていたリボルテージシリーズのこれ第何弾になるのかな。 RV バグね、あの沈む虫は結構ね、あの使ってみてるんですけども、新しくねこんな感じで RV ラッシュアワーっていうのが釣り具屋さんに並んでましたよ。価格は882円で、3個入りね、こんな感じです。まあ1000円切る価格で、3つ入ってきているので、どうなんでしょうか。コスパは高いのかな、どうなのかな。まあね、あとは餌持ちとかも含めてね、いろいろ試していきたいななんていうふうに思うんですけども、まあパッケージはこんな感じでね、かっこいいね。リボルテージシリーズってなんかちょっとね、あのシンプルで、なんだろう、シックな感じ、可愛らしいっていう感じより、なんだろうな、かっこいい感じのデザインのパッケージとかね、デザインですよね。はい、黒に黄色でこんな感じのパッケージで 3.8 インチあるよっていうことですね。まあ裏にいろいろ説明書きは書いてあるんですけども、まずねちょっと開けていってみますかね。 RV ラッシュアワー、はい、開ける、来たね、ああぐちゃぐちゃになっちゃった。はい、開けるとこんな感じで入ってますね。はい、まあ、このパッケージでね、ここ小分けにすることもできるので、これで、釣り場にも持っていきやすいよ、型崩れしづらいよ、ブリスターパッケージでね入れてくれてますね。まあ、こう一つ一つ分けて持ち運ぶことできるんですけど、まずはじゃあちょっと開けてみますか。はい、出てきました。こんな、あー、お腹にこういう感じの結構深いスリットがあるんですね。ちょっとこのぼってりとした幅だから、フッキングどうなんだろうとかね、いろいろ気になっていたんですけども、背中にもこういうデザイン的にスリットが見えるかな、こういう感じで入っていて、お腹側結構ばっくりね割れているので、これ、ああ薄いな、ここな、こことここだから、適正なフックサイズさえ間違えなければフッキングは良好そうですよ。そしてでカラーリングがすごいね、こうね、繊細にね、こう柔らかい素材なんだけど綺麗に塗ってくれてますね。で尻尾が4本、ビラビラビラーっとね、こうね、4つのこう薄い、結構ね薄い尻尾がついてますよ。で口はこれガバチョとかに似てる感じですかね、ガバチョフロッグとかに、ちょっとねポッパー形状風なね、エッジの立ったところがあって、こんな感じのルアーですね。で3個入っているということで、で詳しい使い方とか裏に書いてあるかなっていうことでちょっと見ていきたいと思いますが、 RV ラッシュアワーサーフェイスカバーフィネスゲームの戦法ということで、エラストマー素材の高浮力ソリッドボディ構造を採用したことで高いアクションレスポンスとスキッピング性能を獲得、特徴的なマウスとボディ形状、スカートの長さ幅の絶妙なバランスによって甘いポップサウンドを伴ったドッグウォーキングアクションと前方へのスプラッシュが演出可能、オフセットフックをセットすることで障害物回避能力に優れ、カバーの隙間のわずかなピンスポットを打ち抜いたり、提灯釣りといったテクニカルな釣りにも対応することができる。カエルや虫、そして水面を逃げ惑うエビや小魚など様々なターゲットを擬態可能な水面のマジシャンだと。でいろいろねこう各部署のポイントが書いてあるんですけども、抜群のフッキング性能を誇る上下のセンタースリットっていうことで、まあ、最初の方に説明したボディの上部と下部両方に設けられたセンタースリット、オフセットフックでのカバー回避能力を高めつつフッキングレスポンスを向上させたということ で、この足ナチュラルな誘いを演出する4本のスカートレッグ、
ボディに対して縦向きと横向きの両方のレッグを搭載しており、アクション時とステージに異なる揺らめき方でアピール、バスに見切らせないための工夫の一つだということで、操作性とアピールを両立するマウス形状、マウス口の部分ですね、独自形状のセンターキールのカップマウスがドッグウォークアクションで操作性と前方へのスプラッシュのアピールの両立を実現したということで、推奨タックル書いてありますね。フックがオフセットフックの10番ね、10番サイズ前後がおすすめだよということで、ロッドスピニングの、ライトからミディアムライトパワーということで、ウルトラライトとかだとちょっとね、針先かかんないよっていうことがあるかもしれないんで、まあ、Lパワー以上使ってくださいねっていうのが書いてありますね。で、ラインは PE の1号クラスなんかがおすすめだよということで。で、こちら、最初の方にも書いてありましたけどね、エラストマーを採用しているということで、高温になる場所での保管は、形状変形の原因となりますので、十分にご注意くださいというところと、他のソフトベイトと接触させ保管すると、本製品の形状が変形する場合がございますので、十分にご注意くださいということで、これ、そうですね、エラストマー素材だから、他のワームとかとごったにに入れておくと、すぐにこうドローンと溶けちゃうよっていう、そこ注意が必要ですね。ということは、これ、コンセプト的にはあれですよね、ティムコの、野良ネズミに結構近い感じなのかな、エラストマー素材で、小ぶりな、ね、サイズ感で、それでちょこまかね、カバーの奥に入れて、誘い出してくれる。で、テールが揺らめいて、で、あと高速な小気味いいアクションでバスを誘い出すよって、どっかで聞いたことあるコンセプトだなと思ったら、これ、まあ、野良ネズミに若干近いような使い方っていうことでいいんですかね。ジャッカルの、まあ、野良ネズミに、対しての回答っていう感じなんですかね。あれ近年も大人気ですからね。あっちがどちらかっていうとシュッとすぼまった口で、まあ、テールは1本でもうできるだけスピードスターというかバーッとね走らしてね、こう思わずリアクションバイトさせるっていう感じなんでしょうけども、それに対してジャッカルのこの RV ラッシュアワーはポッパー形状の口でちょっとその高速ドッグウォークさせた時ポコ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 ってね、ちょっとポッポンとか、あとスプラッシュが多少出たりとか、あとお尻は1本じゃなくて4本あるからこれはいいよっていうね、こういうことなんだと思いますね。まあじゃあ釣れますよね多分ね。これはでエラストマー素材っていうところもね、だいたい一緒ですよね。だから小ぶりなんだけどもちゃんと浮いて、まあそれなりの針も添えて、それで、すごいカバーの奥にも打ち込めてっていうことで、もう釣れる要素満載ですよね。で、色がこんなね細かく塗られてるよっていうところで、だからまあ他のワームとね一緒にはできないんで、こういったパッケージにねちゃんと入れましょうねっていう、こういったことの説明とかが裏には書いてあります。まあそっか、これは釣れそうですね。じゃあちょっとね、重さね、重さちょっと測っておきますかね。 RV ラッシュアワーの 3.8 インチは何グラムでしょうか。 5.4 グラム。これでそうですね、10番のフックとか昭和車多分6グラム近くなるっていうことだと思うんで、なんだろう、ベイトフィネスのタックルとか、ベイトでまあちょっと柔らかめのねタックルでも使いやすい、投げやすい重さなんじゃないかなっていうところと、まあ、ただスキッピングでねトラブルなくスパパパパーンって奥に入れていく展開の場合は、確かにスピニングタックルで L パワーのものとかね、そういったのが使いやすいのかなね。で、結構使ってみていて、最近自分が使うタックルは動画とかでもよく使ってるんですけど、あれ何使ってるんですか？メガバスのサラトガっていうね、チューブラー全部先端までソリッドティップではなくて先端までこう空洞があって、だからなんていうんですかね、ソリッドティップよりも全体上肢でこう入る
エルパワーみたいな竿をねよく使ってるんですけど、これがまあ感度もいいし、いろんなねそういった釣り、こういった釣りもね含めて、使い勝手がいいんで、あとは、スモラバやりたいっていう時とか、ちょっとしたカバーフィネスやりたいなんていう時も、使いやすいので、まあサラトガも結構昔の機種なので中古とかでしか買えないかもしれないんですけども、コンセプトとしてはついついスピニングタックルっていうと、あのウルトラライトとかね、ソリッドティップの、まあ、最近流行りのもの、そういったのをついついね、買っちゃいがちなんですけども、一本ね、L パワー、ね、ライトパワーぐらいの、ちょっとね、張りのある、差を持っていると、こういった釣りから、その他の釣り、あとは、まあ、キャロライナーリグ、ね、ライトキャロライナーリグとか、まあ、ノーシンカーリグなんかも、L パワーぐらいの方がね、竿にこう針があった方が針先をかけやすいっていうのがあったりとかあるので、まあちょっとここら辺はね、いろいろこういったワームとかを使いながら、また竿こんなの使ってますよっていうところで、ぐっと説明していければなって思うんですけども、まあまあちょっとね、今お盆の時期なんで、なかなか今ちょっと自分は忙しくてね、釣り行けてないんですけども、お盆明けたぐらいからまたね、各房総のダム湖とか、あと行ったことのない釣り場とかね、トライしていこうかなと思いますんで、それに向けて、まあ釣り具屋さんには行けるんで、釣り具屋さんに行ってこう言ってね、最新ルアーね虎視眈々と買ってね、準備は進めておりますので、またですねご期待ください。というわけで本日の釣り子 TV はこちらですね、ジャッカルのリボルテージ、リボルテージシリーズの RV ラッシュアワー 3.8 インチ、これを買ってきてみて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。